どうも、マサダイです。ついに発売されましたアサシンクリードユニティ。僕が大好きなアサシンクリードなんですけど、これが最新作です。なんとプレイステーション4初です。僕初ソフトがアサシンクリードユニティ。舞台はフランス革命。やばいぜ、フランスだぜ。舞台はフランスだ。行ったことないから楽しみだ。いやもうね、このねアサシンクリードの世界はねもうすごいんですよ。昔の世界をそのまま再現しているような感じで、もうその時代に行ったような気分になれるんですよね。でそして何よりあの暗殺自分の姿をバレずに、いかにその目標の敵をきれいに殺せるか、まあそこがちょっとね結構まあ難しいんですけど、やると気持ちいいんですよね。もう成功するとおーいみたいな、そんな気分になりますね。それと今回アサシンブレードが変わって、なんかファントムブレード、まだどんなね武器なのかわかんないんですけど、ここら辺に弓みたいなのがくっついてるんですけど、一体どんなね技が出るのか、ちょっとそこが楽しみです。今初回特典かよくわからないんですけど、アサシンクリードユニティを買うとトランプがついてきました。18歳未満は、買えないんですけど、皆さんぜひアサシンクリード一度やってみてください。まあ暗殺的なことをしなくても、普通に旅的な感じでその地方に外国に行った気分になれるので、疑似観光もできるので、ぜひやってみてください。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。